おー、なんかいる。びっくりした、同じぐらいのサイズの何かがいる。同じぐらいのサイズの何かがいる。今セーフやん。ちょい近かった。対処しながら鍵をゲット。確か。これむずいぞ結構。全員倒してからのがいい。ひょっとしてこれ。むずいこれ。ちょっと待って。三回死ね。何回？五回ですか？いや四回じゃない？これ激ムズいぞこれ。いえ後ろからも来る。やば。ねえ途端に難しい。そうなんです。こうやって向きしか変えられないから下にテロップで。そうなんですよ。知っとんねん。そう知っとんねんとは思うんですけど、操作するんだよ。わかんない。これわかんの。わかんのよこれが。あ、これで強くなるの。明かりは急に出てこなくなった。ありがてえ。急に出てこなくなった。死にすぎたからね。ねから戻るってこと。違うね。戻りすぎてる。え、戻りすぎてる逆。はい。結構ね。この前のところ。暖炉でしょ。さっきの女の人いたとこでしょ。そうです。え、さっきの女の人回りすぎてんだ俺。ってこと？鏡台横に鍵がないです。鏡台横。鏡台。それはその台。左とか右とか。その奥の。あ、これかい？これだね。これだね。鍵。登れるね。いやちょっと待って、フッチ。でもこれ、ライト照らせなくなったよ、俺は。それ取ったら、ダッシュ。3階へ。オッケーオッケー。もうあいつら出てこない。わかんない。それはさ、無理だって、フッチ、今俺。手離せないもん。
あれでキャキャキャって来られちゃったらさ、今俺手離せないもん。はい、行きます。今度俺今どこにいる。あ、いけるいける、これを使ってね。やばいで、鍵使うの。そうです。気にないだあるじゃん。もうゴールかい？いや、半分過ぎたぐらい。いや、マジか。まだあるよ。今までいるじゃん、あいつ。焼き殺してやんよ。これ、これ。これ、どうしたらいいんだろう。危ない。寄らない、寄らない。近い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 。おー、近い。ダメかね。あと2回。やばくね。よし、どこ、ここ、あれの、あの石さん、あの石さん、でもさ、明かり今つけらんないんよ。ほら、来る。近い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 。おお、絶対ない、こんなプッチ、無理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 。対処しながら進むんですか。本当、はい、マジ。鍵を入手したら対処しながら左の部屋へ進む。怖くない、急に難易度。これ一応良くない。多分全員片付ける、ここで。無限に出てくる？無限に出てくる。十回死んだ？5回ぐらい。お、3回いける？ダメダメダメ。ええー。下がりながら右で。ね、頂上合わせてじゃないですか。結構ここ諦めてるわ、俺もう。めちゃめちゃむずい、もう。危ねえ。激ムズい。この後もまた出てきます。そうやん。あぶね。これ掴んでてもダメだろ。どっから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 、こっからかい。よっけも焼き殺してやんよ。ワンの最後面のボスより強いじゃん、こいつらの方が。そうですね。慌てない、わかった。慌てない。
や、まだめちゃめちゃいるやん、こいつら。え、穴ある無理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 どっからどっからいただいて。でも穴あるんよ、フッチここ。マジ無理くない？あ、二手に分かれられちゃうとちょっと困っちゃうわ。で、こう端を登ると。そう、下に行けるんですか？下？上に行けるよ。こっちってこと？下の階に行ける。ね、えんで、あ、しょうがあるね。あ、こっちから行かなきゃいけない。あ、こういうことね。急に引き絵になる。あれこの前さ、あのぐらいの高さ大丈夫じゃなかったなんで急にこのぐらいの高さになると死ぬんだろう。疲れがあるんじゃないですか。え、疲れがもう出てる終盤な疲れか、そっか。やっぱあの、本編でもお腹空いて、あー、なんか食ってたもん。今ので10回だった気がします。だから11回目がダメってことでしょ10回まで OK ってことでしょ。僕1回目のところそういうことでしょ、これそこ降りたら、奴らがいいマジ？このところじゃいいと。奴らと戦いながら、真ん中のレバーを危ない。何？真ん中のレバーをどう、何？ぐるぐる回す。マジ？無理くね？正気？正気の里じゃねえな。このレバーが右奥の扉に対応してるらしい。解除しながら回す。マジ？そんなんやってないんですけど。OK。いや、もう。近づきすぎたわ。攻めすぎた。こう。無理これ10回そんな無理よ。なんかね、急に本気出すんよあいつが。しかもこれ話すとも結構戻る。あとワンタンぐらいはいけないかな。やばい。これギブかなこれでも最後面でしょ、言うて。まあそうっす、こんなむずいのは。だって最後の銅像のはずですね。あ、てかまだ俺銅像集めてんの、はい、まだ銅像集めてるあ、俺銅像集めてんだっけ今。はい。他のルートないの
あ、やばいやばいやばい。わかるわかる。あ、わかるよ。わかるよ。この追加コンテンツから鬼むずいんよな。コンテンツで来なかったね。ね。ショーマンション並みに死んでます。あとちゃんと一体一体対処していこう。もう一回、もう一回いくから。はいはい。で、で。これを回して、ちゃんと見えてきたら、もう一回いるから、ね、もういいですか、もう一回、もう一回、もう一回、さらってやっちゃうのかな、こういうの。さすがにもういける。いや、いける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 いったー。ここにはいない？ここにはいない？どうなの？ここにはいない？いないよ。いない。これ終わると、これ関係ないと。あー、これね、カフェの甲羅みたいなやつ。ある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 よ。ぶら下がると、うん、どうなんだ。あ、開いた。なんかこれを持って帰ればいいのかい。そうです、カフェのランプ。あ、あれはね、え、こんなんわかんなくない？マジ？ショートカット。あ、本当は戻んなきゃいけなかったなと思います。うわ、はい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 、持ってきたよと、持ってきたよと。あ、開いた。もうおるかい。さすがに。あ、姿見で、はい、あっ、いる。また見つからないよ。あ、なるほどね。こう、え、でも鏡越しにさ見えちゃうんじゃない？あ、どうなった？やばいっすか？どう思う？生きてればセーフじゃないですか。なんか深いね。そういうこと？そのまま奥の行こう。存在を知られちゃったよね、きっとね。いるよ、なんかいるよ、ほら、なんか横移動してたよ。こっちかい。そうです。お、なんか横行ったよ。ほんで、ミニホラー要素で、ほんで、なんか目があるドア、うん、から手前に来たところ。あ、ここね、うん、目あるよ。あ、じゃあそれ奥側の、奥にはまだあるの。あ、奥、奥あるね。
届かないね。うん、合ってますね。手前に来てもらった。ねえ、こっちでね。難しいじゃない、うん、あ、こっち行けた。こっちに行くと鏡なんですか。鏡あるね。これでしょ。はい、広い広わん。こっち広わん。開いてる。なんで？なんで？なんで死んだ俺。あ、これこういうストーリーだよね。そうだよね。あれ？あ、なんかこれになったよ。これになったけどね。これでもこっち届く？ゴールでしょ、フッチ。おおお。この帽子ちゃんになったのはなんでなの？あの魔力でこの帽子ちゃんになっちゃったの？なえ？ってことは元は人間ってことかい？この帽子ちゃんは。そうじゃないですか。ね。今まで手伝ってくれた店員。そしてたまに食べたあいつ。一人とこの穴かい？こっちか。間空いてる。あ、いや、間空いてるね。お、ソーセージ。いつぞやのソーセージくんじゃないか。ソーセージを食うのかと思ったら、あいつを食べたあいつでしょ。あ、ソーセージ係を任されて。あ、のソーセージはなぜ食べなかった？あ、仲間がいる。分けてくれるの？え、ありがとう。さっきのソーセージかい？ありがとう。そっち。そっち。食べちゃったのはあの子だったのかな？そういうこと？そうじゃない？主人公来んじゃない？ひょっとして。そうこうしてる間に。あ、そこまでじゃない。そうだよね。いつぞやのさ、美味しくいただいたやつでしょ。いや、
あ、バンやって、最初の本編やって、次コンテンツ1やって、2やって、3の難易度めちゃくちゃ高い。爆上がりしてますね。爆上がりしちゃう。途中でコントローラー本当にこうやろうかと思ったもん。あのライトのところで。そう、でも簡単なばっかりじゃね、面白くないから。このぐらい難易度あっても面白かったかもしれない。いや、難しいよ。あ、これまだ続くかい？ストーリーなのかな？お。どういう世界観なんだい？俺が一生懸命石炭運ばせた奴らは、本当は人間だったと。人間ってか、あの、ちっちゃいやつだったってことですよね。へぇ、謎が深まるわ。なんかほんと深い、世界観深いっすよね。そうですね。だから、リトルナイトメア2もやりたいですね、ぜひね。あの、デモ版はやったんですけど、本編もね、ぜひ気になるところですよね。はい。で、1の、ね、6が、うん、その子供の中で、うん、唯一、うん、あのレディーってあの細身の、あ、食べた、食べて闇の力を手に入れて唯一抜け出せた人じゃないですか、うん、あ、確かにみんな捕まっちゃってるもんね。確かにな。解放されるのか、うんうん、そのノームというかあのなった子たちは、うん、ねえ、どうなるんだろうね。謎のまま終わりましたすごいわ、考えさせられるわ。リトルナイトメア2で謎が明らかになるかもしれないですけどね。また深まるか3へのいや、3やってもいいよな。確かに3もあったらぜひやってみたいですけどね。はい、ということでご視聴くださった皆様ありがとうございました。なんとか時間内に終えることができましたよかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンの方よろしくお願いします。それでは皆さん、いい夢見ろよ。